んにちは。エアコンつけたら、え、なんでわかんの？すごいんだけど。え？なんで？エアコンもつけてるし、あの匂いのミストもつけてる。うるさい系？もしかして。うるさい系かな。あと時計の音もあるしね、うちは。マスクでかいのよこれ。プリーツをねこうしないでもこれでしたらもっとでかくなる。すっぴんだからさ、めっちゃ隙間空いちゃうんだね。隙間？あ、これ？そう。あ、でもこれはあれさっき開けたやつが大きかった。そう、もうマスクがね、小さいサイズでも大きいのよ。だから私はあの立体マスク、前さこのマスク好きってツイートしたんだと思うけど、なんか私が前髪全部上げてポニーテールしてる時のユッキーナとのんのんさんと撮ってる時の写真のやつはが良かったんだけど、あれが売ってないのよ全然。そう、どこにあるのあれ。私が行く薬局に売ってなくて、あれが。もうそれ以外はね、こんな隙間が空いちゃうんですよ。にめっちゃ大きいからカパカパするの。今日はリハが終わって、さっきもうめっちゃさっき帰ってきたんですけど、そうめっちゃさっき帰ってきて、で寝ようと思って全然寝れてないから、そう朝も早かったんで今日ね、もうリハ終わってすぐ寝ようと思って家帰ってきて、で寝ようと思ってるんだけどさ、なんかもうめっちゃ激眠まではいかないな、寝たい寝れるなぐらいの眠さなんだけどさ、だからショールームが終わってから寝ることにしました。うん、あさってだね、ついに明日本番、あれ13よね、13本番よね、あれ11本番だよね、あさって、え、かゆい。ストーリーのリンゴジュース、あー、あるかな、捨ててきちゃったかな、もう飲み終わったから捨ててきちゃいましたね。ショールーム終わってから寝て夜ね、そう、もうね、なんか最近めちゃめちゃさ昼夜逆転してて、逆転っていうか睡眠時間、もう昼夜逆転っていうかね、寝る時間が遅くなっちゃって練習とかしてたら、だから昨日も3時ぐらいに、まず昨日はリハが終わって寝て、もう8時とかに起きてたから夜の6時から8時ぐらいまで寝てて、でそっからご飯とかお風呂とかして、あ違うよ、昨日は夜まで10時過ぎぐらいまでリハがあったから、それ終わって帰ってきて、で3時とかに全部ね、終わったので、あの寝る準備がとかご飯とかお風呂とかその他もろもろ3時過ぎに終わって、で今日寝たの4時とかで、4時から9時ぐらいかなまで5時間ぐらい寝て、
で、なんかその時5時間の間にめっちゃ目覚めちゃって、だから全然寝た気しないんだよね。5時間ぐらい寝て、でそっからリハして今に至ってるんですけど、でその前の日も3時間とかしか寝ずに行って、その前は1時間ぐらいしか寝ずに行ったんだよね。なんかね、私めちゃめちゃなんかコンサート前ってギリギリにこう覚えるタイプなんですね。それがいけないんですよね。そうだから寝ようと思ってるんですけど、なんかあんま眠くないからさ、まあ、眠いんだけど、なんかショールームしてから寝ようかなと思って、そうショールームしたら眠くなるかなと思って、最後の体力を使います。覚えること多くて、そうな、曲数はそんなに多くないんだけど、なんかね細かい動きがね今回難しくて、振りのね、テストとかも一夜漬け、うん、テストはあんま勉強しないからよくわかんないんだけど勉強せずに行く派だからあれだけど、なんかそこまで勉強めっちゃしてテストとか挑んだことなくて、やっても2時間とか一教科1時間とか2時間とか、やっても1時間2時間行くかなぐらい、一教科2時間とかで、結構私覚えるのがさすぐ覚えれるタイプとかで、そうとかもうここ絶対出るよって言われたとこしかテスト私頑張らないタイプだから、なんかそれで結構今までずっと乗り越えてきたから、そうダメなテストの乗り越え方してるんですけど、そういう感じで乗り越えてきて、でもそれでも結構順位とか上の方に高校生の時高1の時とかしてたんで、まあいいかなと思って、そう1時間半とかなんかあんまりそんな一教科3時間とか4時間とかやったことないです。そうとかもう全くやらずに受ける教科もある。なんか数学とかはさ、まあ、実際さ方式を覚えればさいいじゃん。だから方式とりあえず覚えてテスト受けるって感じかな。だって全く同じ問題さ出ないじゃないですか。なんか数字がこう変わったりとかさしたりするから、方式とかだけを覚えてテストを受けたりする。まあ国語とかはさ結構もう授業中に言われたさやつをそのままこう出たりさするからやったりとか、あと現代社会とか社会とかの教科はプリントとかワークで出たとこが大体テストは出たりするっていう傾向があって、まあその先生によって違うんですけど、私が今まで当たってきた先生はプリントかワークとか教科書の隅々の図とかが出たりするから、そこを押さえてやったら大丈夫だし、あと科学とかはもう結構方式系とあと覚える系だからそれで大丈夫。英語とかも単語を覚えて、単語あと何なの B 動詞とかが大切とかか、あと英語は単語とかかな、あと英語は雰囲気で、英語はだいたい文章中に答えがあるからその答えを探します。そんな感じ。そう授業だけで覚えるタイプ。なんか授業とかあんまり真面目に受けてなさそうって言われるけど、めっちゃ真面目に受けててあんまり寝ないんですよ意外にね。とか寝ちゃった時とかは友達とかに、あなんか大切そうなとこ言ってたとか言って聞いたりとかかな。まあ本当だから授業受けないとテストやばいか系私。そう物理と科学、科学は本当わかんない。もうわかんないね、全然わかんない。科学わかんないけど、科学は先生にどこ出ますかって言って、いつもなんかニュアンスで教えてもらってそこだけを勉強してます。そしたら赤点じゃない、いつも私高2です。マックスさんありがとうございます。キヨシさんありがとうございます。ワタボーさんありがとうございます。
ゆきたんさんありがとうございます。松さんありがとうございます。吉本レッツさんもありがとうございます。文系理系、うわ絶対文系だと思います。絶対文系だと思う。教えてくれるとは優しい、うん、先生めっちゃねだる、お先生本当教えてくださいっていう、うん、そしたら教えてくれる。大体先生優しいからね。なんかそうめっちゃ目にかかる。もうさ前髪切んないとやばいわ、そろそろ。いやでも本当は科学に、ほんと科学はここが出るよみたいな言われるけど、言われるけど覚えないとできないから、覚える、頑張って、教えてもらった分頑張って覚えます。そう教えてもらった分。いやもうさ高校生になって科目がめっちゃ一気に増えてびっくりした。なんか中学校の時はさ多かったけどさ、高校の期末がめっちゃ多いから無理。なんか保険とか、でも保険私めっちゃ、保険って本当に覚えるだけで本当に好き、保険大好き、覚えればいいもん。保険は本当覚えるだけ。ドゥン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 、あーぶぶぶ。一日一ストーリー更新してます、見てみてください。メンションしてくれてる子ありがとうございます。ストーリー毎日見てます。まあ24時間あれ消えないから。テレ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 テ、一日一ストーリーって言ってもさ全然私の顔映ってないけどいいよね。あとツイッターね、今日ね、昨日の夜にね更新してます。これあ、そうそう、アイリーちゃんがね返信してくれてた。もうアイリーちゃんとほぼ毎日連絡取ってます。ユキさんともね一昨日ぐらいからずっと連絡取ってます。もしかして今ストーリー、うん、見てくれた、ありが、見てくれただって、見ます、見た、ありがとうございますね。あれ可愛いよね。ちょっと待って、もう一回見よう、ストーリー親しいに入れてくれてる。え、そう、なんかさっきスマホで、なんかスマホの方の、これ、こっちも、え、地震じゃない、え、地震じゃない今
揺れてるんだけど、めっちゃ。だって地震の時ってさ、いつまでさ地震起きてるのか。まだ？最近地震多いよね。まだ揺れてる？あとマジでさ、地震起きたらさ、いつまでになってるのか分かんない。もう止まった。とりあえずテレビつけるね、無音で。情報を入手しないと。ちょっとやばいのだったら終わんないといけない。結構揺れた。なんかさ、地震さ始まる。あ、待って、東京まだ揺れてる？もう揺れてないよね。津波のさ、津波とかの兆候かな。まだ入ってきてないって。どこだろう。大丈夫？みんな大丈夫？なんか全然速報されてない。どういう系みたいな。大丈夫？なんか落ち着きすぎて自分が怖いわ。大丈夫？みんな大丈夫かな。ね、なんか揺れましたみたいな。津波の心配はありませんとか、なんか全然なく、だから大丈夫かな。ね、ただ揺れたなんか、ね、だけなのか。なんかね、あったらちょっと分かったらしいね。この間もでしたよね。全然気づかなかったね。リハしてた時で全然気づかなかった。あ、そうそう、メンションありがとう。もう一回見ます。あー、羊ヘアーね。いや、羊ヘアーこの間のコンサートでやろうかなと思ったんですけど、なんかやめました。やっぱ似合わなそうで怖くて。ね、次のあれ何にしようか。なんか次は前髪下ろしたいなと思ってて。羊ヘアってどうやるんだろう。仕事から帰宅。疲れ様もす。羊ヘアってどうすんの？こんな？今日も疲れたね。一日頑張ったわ。前髪切んないと。前髪切らなきゃ。じゃあ私のこのポーチの中身紹介を。あ、地震の情報出た。え、ニュースってほんとすごいよね。テレビつけたらさ、何でも分かっちゃうよ。
全然やってないんだけど、なんで？ああ。うん、大丈夫そうだね。じゃあこれはまず前髪カーラーと、これはリハの時に大体持ち歩いてるやつですね。で次はあの前髪とかべちょるのでパウダー、なんかステージリハとかの時にこうカメラに映る時とかに顔がテカってると嫌なので、これをパッと塗りますと口紅、これは本当安いからなくしてもいいって感じ。これは保湿のやつで前髪クリップと、胃薬とか頭痛薬とか、あとは香水と、あと髪の普通のピンとノニオが出てきた。ノニロは本当に優秀なのよ。なんか歯磨きできない時とかあるじゃん、その時にシュッてするとまだマシになるっていうか、自分が気になんないって感じ。胃薬だって、胃薬と頭痛薬、なんかロキソニン飲んだりするんですけど、頭痛い時とか、まあ、ロキソニンいつも飲んでるんですけど、その今の時期って梅雨じゃないですか、だからそうなのでロキソニンを飲むときに、ロキソニン強いからさ、胃薬も一緒に飲んでます私は。とか胃もたれとか最近めちゃめちゃするので、胃薬は常に持ち歩いてます。そう、ロキソニン強いよ、そんなに、うん、痛む多分ね、分かんないと思う、この痛さ。頭めっちゃ痛くて、もうね、私立てないぐらいに痛くなるんですよね、お腹とかも。そう、めちゃめちゃ痛い。今はリハ、そう、リハ終わりです。にリハ終わり、6時間ちゃんと、私1日に1回しか飲まない。もうあとはもう痛くても我慢する。まあ薬飲むの好きじゃないんだよね。でもね、リハ中とか痛くなったら困るから、レッスンとかの時は飲む。でも普段はあんまり飲まないようにしてます。なんかよく飲むとなんか薬が効きづらくなるみたいな聞いたので、もうほんと仕事の時とかしか飲まない。そう、これからリハはないです、寝ます。寝ますっていうか、今日全然寝れてないんで寝ます。今日っていうかその前が全然寝れてないからさ、寝た気になんないんだよね。新番組はどうですか？新番組はね、一言で表すと今も不安って感じ今も不安、めちゃめちゃ不安。一言です。なんか人生どうなるんだろうって感じ、今の気持ち的に。そう、結構不安だね。不安っていうか、って感じです。
なんかこの先なんかどうなるんだろうって感じ、自分が。自分がだしもだし、みんなそれを思ってるんだと思うんですけど、メンバーさん。なんか本当になんかまだ内容が不透明、不透明っていうのかな。なんかまだ私もなんかなんて言うんだろう。なんて言うんだろうね。なんか内容がなんか全然わかんないし、あとなんかどうなるかみたいなのもなんか全然言われてなくて、そうね、だからなんか安心できないって感じ。見てる側も不安になったら嫌。どう、不安になると思うかな。どうだろう。どういうふうに進んでいくのかもまだ分かんなくて。そうですね。そう、なんか。としか言いようがない。なんか、なんか頑張りたいけどどう頑張ればいいのかも分かんないしっていうのが一番。なんか頑張ろうって言いたいけど、気持ち的に、気持ち的にっていうか言いたいなっていうのはもちろんあるけど、なんかどう頑張っていいかも分からないし、内容が不透明すぎて本当に分かんないです。そうね、まあ、難しいところっていうか、なんかどうなんだろう。って感じです。複雑で心配がたくさん。複雑ではない。なんか言葉の意味がわからないって感じ。なんかなんていうの、言葉の意味がわからないっていうかね、そうなったら違う句になっちゃうけど、言葉の意味わかるけど、どこまでが番組でどこまでが現実なのかがわからない。難しい話。なんか私がまずそのなんか収録勝手に始まってて、なんか集まってくださいみたいに言われて集まって、でなんかそしたら急になんかね、こうな収録始まってて、いつの間にかで、みたいな思ってて、でまずなんか思ったのはなんかとりあえずなんていうんだ、不安が一番でしたね。とあとなんか不安な、これから先がすごい不安になったし、なんかもう全部まとめて不安かな。なんかなんかこんなことってあるんだ。本当？嘘なの？って感じです。そう。なんか私たちも不透明すぎて分からないんだよね。まあね、でもまあ今は頑張るしかないから。
まあ、これからも頑張ります。頑張れるところまでが頑張れるとこまでっていうか頑張ってるんだけどね。って感じです。とりあえず13、11日のね、オーディションを楽しみたいと思います。オーディションを楽しみます。楽しんで北8の日もね楽しみたいですよ。忘れて楽しみます。鼻かゆ。明後日めっちゃね楽しみ。さあ、なんかさ、すっぴんさ、めっちゃなんか肌赤いんだよね最近。なんかさ、顔色悪いんだけど。何も変わってない、駅前ロータリー、何年かぶりに降りるこの階段、地元に帰ること、誰にも言わなかった、彼女に会うのはまだ早い気がした、ステージに立つためにこの街を出て行くと、打ち明けたあの夜、一緒に泣いて再会を誓った。さあ、今日リハの時にゆいゆいさんとさ、もう 10分くらい話してたんですよ。10分長くない私ゆいゆいさんとあんまりお話しさ、そんな長時間したことなくてさ、めっちゃ近くでさ、ゆいゆいさんの顔見たんですけど、めっちゃ可愛かった。なんかすっぴんでその可愛さって感じ、なんかめっちゃ可愛いと思った。めっちゃ可愛いと思って、なんか話に集中できませんでした年齢も近い、どうだろう、3つ上ぐらいかな、3つぐらい。ね、ゆいゆいさんめっちゃ可愛くて、どんな話だって、新番組の話してました今話してたことは話してました。新番組、乃木坂に越されましたやつのことについて話してました、一緒に。そう、でもね、ゆいゆいさんめっちゃ細いんだよね、もうね激細だし、なんかね、もう全部が可愛い。私ね、ゆいゆいさんとね、スマホケース一緒だったんですよ。すごくない？その話してる時に気づいたんですけど、気づいたっていうか、ゆいさんが、ね、気づいてくれたんですけど、たまたま一緒で、すごくない？スマホケース一緒とかも運命感じちゃいましたよね。すごいよね、スマホケース。他にお揃い、いや、その時お互い携帯しか持ってなくて、多分携帯ケースぐらいじゃないかな、お揃い。ステージに立つためにこの街を出て行くと、8です。あー、いたこんにちはって。今寝てたよね、ね、配信してた時寝てたよね。なんでそんな寝起きな顔してんの？
なんで？なんで？なんで？なんで寝てたの？怒ってるくせに膝の上にいるんだけど、矛盾してる。こんにちは。私も眠くなってきた。じゃあそろこそろ終わって、私は YouTube を見ながら自然に睡眠できるっていうね、あの幸せなことをしたいと思う。最近さ、ヘラヘラ三銃士さんにめっちゃハマってて、そうめっちゃハマってんの。顔の日焼け止め何使ってる？なんか最近日焼け止め何使ってますかってめちゃめちゃ質問来るんですけど、まあ、今日はね答えていきたいと思います。なんかさ、この夏になってさ近づいてきてから、めちゃめちゃ質問が最近来てて、755とかでもあの質問コーナー、あのインストーリーのとか DM でも来るんですけど、私結構持ってて、結構持ってて、まずこれ、これはね、なんか美容クリニックとかで買ったのかな。プリンシェルピープロテクト02番、これはなんかファンデーション下地、なんかなんだろう、これファンデーション下地って言ったかな、なんか美容液だったかな、なんかなんかとも、なんかと併用できるみたいな、美容、なんか美容液成分入ってるって言ったかな、なんか下地、下地にもなるみたいな。匂いは無って感じ。プリンシェルプロテクトゼロ、これはなんか全然あの肌に荒れ、肌が荒れない系。え、これ高かったと思う。なんかただ美容クリニック系で買ったからね、多分高かった。でも SPF29 のプラスが3つなのね、だからまあ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 みたいな、なんか肌が荒れないのが第1位だから私ね。やめてハチ、めっちゃ私のバッグ舐めるんだけどっていうのと、さあちょっとさ、もう前髪長いんだよね、ちょっと前髪切ろう、配信終わったら前髪切ってから寝る。とあとこれはビオレ UV なんとか、ビオレ UV アスリズムスプレーってやつなんだけど、これはスプレータイプで、顔用、これは顔と体用だけど、これは顔にしてます多分。と私はだいたいこういうスポンジで、まあ、これ後で説明するんです。ちょっと髪の毛邪魔髪の毛邪魔。まずですね、これはあの飲むやつ、これはね、普通に普段から飲んでたら、あの冬とかでも飲んでたら、これは黒くなるの防げるし、逆に白くなっていきます肌が。と、あ、これは顔面用です。日焼け止め用美容液、ディナクレーサンクリーム UV エッセンス EX ってやつ。これなんか去年この今持ってるやつ全部紹介してるストーリーがあるので、ちょっとあの探し次第ね、あのストーリーのあれに載せようかな。でこれはアネッサのやつ、パーフェクト UV マイルドミルク、これは全身用、これは全身、顔にはあんまなんないかな。顔はこの美容液成分がちゃんと、あの顔面はなんか結構すぐ荒れるので、顔がすぐ荒れるのね。それも日焼け止めってさ落ちにくいし、なんかこうさ擦れたりしたらすぐ荒れちゃうので、だいたい顔は美容液成分が入ってるのを使います。で、なんか手で塗るのもいいけど結構ムラになったりするので、この、
まあ、何でもいいんですけど、多分化粧品のあのこういうやつでもいいんですけど、これはあの日焼け止め用のスポンジです。こうやって伸ばしてます。これとこれを顔用ですね。美容液成分が入ってるから。でこれは顔にスプレーして、まずこれは全身で、で全身終わったらスプレーして、で顔にこれが終わったら、まあ顔はこれだけでいいんですけど、まあ化粧するからね顔は、とかなんで、あんま顔は気にしないけど、体っていうか足とかはね、まあ飲むやつもあるんで、結構もうあと日傘すればもう最強ですよ。飲むやつは本当に絶対飲んだ方がいいと思う。特に女性の方とか、なんかシミとかに将来なりやすいじゃないですか。まあそう言いながら私もね、今年入ってから一回も日焼け止め塗ったことないんですけど、そう、白い男の人と黒い男の人どっちがタイプですか。でも私の細すぎる人、細い人よりもマッチョ系、マッチョ系というか体がいい人がいいなと思うので、あのねムチムチしてる人が好きなので、ムチムチっていうか何、筋肉もうめっちゃゴリゴリまではそこまでは求めないけど、まあちょっと結構見た目筋肉あるなぐらい、なんか守ってくれそうじゃないですか。なので黒い細マッチョっていうよりは結構ガタイがいい方がいいかな。で白すぎるのはあれだから、ちょっと黒いぐらいがいいね。焦げてる感じだったらいいかな。マリコさん、マリコちゃんありがとう。キョウちゃんさんありがとうございます。きよしさんもありがとうございます。ゆきたんさんもありがとうございます。そうだからなんか私のはがなんか好きなの、好きなのっていうか、ドラマとか見てたりとかインスタとかさ、こんな何カップルの人たちがこう流れてきて、ああいいねって思うのは、 T シャツがなんかピチピチまではいかないけど、ちょっとこう締まってて、でもうピチティが好き。ここら辺の、あのこんな長いやつじゃなくて、ここら辺でこうピチってなってるのが好き。そうだ、ムチムチまでムチ、なんていうの、もうマジの筋肉まではいかないけど、結構ガタイがいい方がいいかな。で身長はもう絶対高めがいい。筋トレします、してください。みんなピタッとタイプ着ましょう。そうピタッてしてるやつで、なんかさやっぱピタッてしてる T シャツってさ、その筋肉があるかないかってすぐ分かっちゃうじゃないですか。でどっちかって言ったら、私のパパが結構筋肉質っていうか、そういうピチッてしてる T シャツ着たら、あ筋肉あるってすぐ分かるタイプっていうか、まあ普通にダボダボしてるやつでも筋肉あるだと分かるんですけど、でもそれから来てるんですよね。そうなので、そうだね、夏とかだったら、なんか夏は本当になんか無駄におしゃれしなくていいと思う。なんか普通に白の T シャツにジーパンとかだけで本当にいいが好きです。パパがそういう系なんで、パパがタイプ、ああ本当にそう、パパがタイプ、私ファザコンマザコンで、そうお父さんが理想のタイプ。なんかわかんない、パパしか男の人あんま見たことないから、じっくりじっくりっていうか、そう今まで深く関わってきた人がパパぐらいしかいないから、家族のパパぐらいしかいないから、全部パパが理想になってしまうかな。優しいしね。なんか昨日もパパに LINE でお願い事したんですね。なんかお願い事して、なんかこのお願い事を言ったらさ、なんかまたなんか言われそう言われちゃいそうだから、そのお願い事は言わないんですけど、そう願い事をこう LINE で言って、ちょっと何してくれないみたいな
言ったらすぐ電話かかってきて、 LINE じゃなくてもすぐ電話かかってきてくれて、それでいいよみたいなのあって、優しいんですよパパ。パパ若そう。どう、若くはない、普通の平均年齢じゃないかな、私の年だったら。うわ、パパの噂をしてたらパパから今ちょうど LINE が来ました。なんか TikTok の URL URL 送ってきたけど、急にな、なにスイッチ買ってみたいな。スイッチとかじゃなく、欲しいとかじゃなくて、こうなんて言うんだろう、予約って言えばいいのかな、なんか、もしかしてパパ見てる。いや、なんか TikTok 送ってきた。お父さんエイター、いや、エイトのこと全然知らん、てか AKB 自体パパあんま知らなかった。パパけど、ちょうどパパ TikTok してるの。いや、パパ TikTok めっちゃ見てます。めっちゃ流行りの音源とかね、あのたまに口ずさんでるので、パパの一番面白いのが、あの、まあ、パパの車に乗るじゃないですか。で、私のママはどっちかって言ったら、あの車で、あの音楽聞かない、聞く派じゃなくて、テレビとかナビとかつける派なんですけど、ナビつけるけどナビはしないみたいな、かナビの、 あの地図だけ出してるみたいな感じなんですけど、でママの車はもうそうなってて音楽全く聞かないで、私がその Bluetooth つなげてママの車乗ったら私がかけるって感じなんですけど、パパの車はパパが結構音楽とか聞いたり車の中でするから、パパが Bluetooth つなげて、だいたいパパの、 あの好きなプレイリストはこう流れていくんですけど、パパね、めっちゃ若い子の曲聴いてて、なんかあいみょんさんが流行った時代に、私でも知らないあいみょんさんの新曲とか流してきたりとか、なんか本当に韓国系とかも流すし、え、なんで知ってんのって感じ。もう TikTok の音源とかもたまに流れる。そう、めっちゃ流行りに敏感。そう、ウケるよねパパ早いにめっちゃついてってる。お母さんは軽自動車、軽じゃないね、あの軽ではないです、軽ではないですよ、軽じゃない、アクアです。アクア、アクアわかるかな。あ、でも今はプリウス。そう、つい最近までね、あのアクアママだったんですけど、プリウスになりました。そう、トヨ、バッチリトヨタさん。パパはね、あの違う種類、車の種類に乗ってるんですけど、プリウスはやっぱり静か、うん、静か、なんかスーンって聞こえるよ、ゆっくりこう走ってるからスーンって聞こえる、なんか高い音でスーンみたいな聞こえる。そう、静か、うん、静かだね、運転しやすいって言ってましたよ、なんか燃費がいいって言ってたかな、なんかあんまり、なんかそのプリウスの前はなんかガソリン、なんだろう、 なんて言ってたか、なんかその前に乗ってる車が違う車だったんですけど、まあ、そっちよりはあのこうガソリンを入れる回数が少ないとは言ってたかな、どうだろう。パパライブとか見に、ある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 、全然ある、2、3回あるかな、
だツアーにね見に来たことある。周年んどうだったかな、周年見に来たのかな、あ周年見に来てるかも。周年とツアー見に来てることがあって、ママはあのほぼ毎回行ってる、てか毎回行ってますママはまあのねママはもう全部来てますママが一番来てる。パパはでもパパも結構来てるね。あとあのおばさんとか結構来る、ママの妹とか結構来る。でもママの妹は赤ちゃんができて、もう赤ちゃんって言ってもね、もう2歳とか3歳なんですけど、だからあんま来れなくなっちゃったんですけど、そうでもこの間熊本ツアーね、あのそのあのおいっ子ちゃんを預けて、おばあちゃんに預けて来てくれました。熊本お姉ちゃん、お姉ちゃんも来たことあるね、2回ぐらいあるかな。大西さんに頭ポンポンされたって言ってあのもともとお姉ちゃんは山田さん推しだった、山田さんとかひじりんさんとかいくみんさんとかが好きだったんですけど、その大西さんももともと好きだったの。でも大西さんに頭ポンポンされてるから大西さん1位になったらしいお父さん、お母さんがなるさんが好きで、お母さんでなぎさんとかも好きですよ。お母さんなんかみんな好き。パパはゆいゆいさんとかかな。なんかこの前ねゆいゆいさんなんだったかな、なんかでねゆいゆいさんのあのカードかなんか引いてたんですよね。アドベスかなんかかな、カードでなんかや一回入れた時に、なんだったかな、なんかで、あーなんか音ゲーのやつかな、なんかでやつで家族で一回ハマったことがあって、それにそれでなんかあったとか言ってたかな。じゃあ今ももかさん、えどうだろう、でもね山田さんのタオル買ってたよあの山梨の時タオル買ってましたね。パパが乗ってる車、うん、あのね言っていいのかな、ママはプリウスですけどそれ以外だから、今出てるコメントの中に出てる車の種類では違いますね。トヨタさんはあれですよね、あれもですよね、何だったっけ、あ今出てきました、パパが乗ってる車の種類出てます、今出てきました。なんだっけあれもですよね、トヨタさんってなんだっけ、あのなんだっけ、じゃあ今日はこんぐらいで終わりましょうかね。ありがとうございました、ありがとう、寝ます、 YouTube 見ながら寝ます。じゃあそれでは100位、センドマートラズさんありがとうございます。88位、ユキタンさんありがとうございます。48位はゴールド888さんありがとうございます。47位、ワッキーさんありがとうございます。13位、石のピンポンさんありがとうございます。12位、天守閣さんありがとうございます。11位、もちラブさんありがとうございます。10位プッチーニさんありがとうございます。9位ハウさんありがとうございます。8位マボロシさんありがとうございます。7位セッキーさんありがとうございます。6位マックスさんありがとうございます。5位キヨシさんありがとうございます。4位吉本レッツさんありがとうございます。3位ワタボンさんありがとうございます。2位カークタイスさんありがとうございます。1位はマリコちゃんです、ありがとうございます。初1位もしかして違うかな、ありがとうございます。
じゃあこの間いた最悪。じゃあ今日はスクショしましょうかね。すっぴんですけど。ありがとうございます。ありイエーイ、ありがとうございます。じゃあそれでは終わりたいと思います。今からヘラヘラ三十一さんのYouTube を見て寝たいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。